はい、どうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。あれ、これちょっとメガネが料理の油で曇っちゃったね。一回もうじゃ、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はね、すごいですよ。これね、やっと取れた。やっと、これ、木島農場ゴーヤーで、これは違うけど、ミンジヌ。これは買ってきたさつまいもをちょっと切ったやつで、豚肉とか入れようかなと思ったけどなかった。あ、そういえば買うの忘れたねっつって、あー、大輝がこれ冷凍しといたシューマイ買ってきたやつで、まあまだあるよ。なんだっけこれ、そうそうね、これ木島農場オクラも入って、あ、ごめんなさい、木島農場オクラも入ってる。ゴーヤーチャンプルのちょっと変な変わった方のやついただきます。うん、ああ、美味しいね。かつお節が結構多めに入ってるから入れたから、うん、香りが、ゴーヤーチャンプルにこの芋が入ってるの食べたことないけどね。美味しいよ、美味しいね。もう一個芋いこうか。この味付けにその甘いのがちょっと入ってるのはこれ美味しいね。でこのゴーヤーですよ。去年はさ、美味しいね。美味しい。去年は失敗して一個もならなかった。なったんだけど、もうちっちゃくて大きくなるのを待ってるうちに、あ、美味しいわ。ダメになっちゃった。だから一個も食べてなかった。今年はね、なったよ。ちゃんとなりましたよ。植えるのが遅かったから、なるのもすごい遅かった。でも何とか頑張ってなってくれました。ああ、美味しいね。美味しい。これじゃあ食べてる時やっぱ映ってないね。どうしようか、もうちょっと下げるかい。こうやってやる、こうやってやろうか。はい、ガタガタしてごめんなさい。いやー、よかった。うん、このシューマイも意外に合うね。まあ、そうだよね、肉だから。あ、美味しい、本当に。でもナスビはまだ食べてない。ナスビだけは結構なってんのよ。ナスビ、オクラの次にナスビバンバンなるから。でもね、ゴーヤー美味しい。本当にゴーヤーは元気出るよ、食べたら。素晴らしいね、100円で買ってきた棚でさ、オクラもナスビもね、ゴーヤーも、うん、たくさん実ってくれて、僕はたくさん食べれるわけですよ。まあ、ナスビは食べてないけど、なってるんだけどね。食べたいっていう人がたくさんいるもんだから、揚げてるうちに。キジマは全く一個も食べてないです、まだ。でもいいじゃない、ほんと。種買ってきてくれてさ、いやいややってるわけじゃないか。自分でこう成長を見るのが楽しくて、うわ、またなったって言って、毎日毎日水あげてね。なんか揚げすぎちゃいけないっていう話も聞いたことあるけど、わかんないから、専門家じゃないもんで。毎日あげるわけですよ。うん、そして育って食べたりあげたりするわけですよ。楽しいしね、美味しいしね。ほらね、うん、うん、
こうやって食べたらね、やっぱり食べにくい。手前から取って食べましょう。そりゃそうですよ。あーもうちょっとなくなってきちゃったな。うん、これ今日の味付けも天才だね。ちょっとだけあのオイスターソース入れました、かき油を。先生です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もいいっすね。あー今日も栄養詰まってる。すげえ、うん、美味しいね。でここからまたね、こうやっていろんな食べ物と一緒に、うん、あーほんと美味しい。全部と合うからね、マヨネーズ先生は。あうん、あやっぱ芋と合うんだ。本当にびっくりするぐらいにお芋さんと合うね。いやもううちの近くにパッター越してパッターの畑が欲しい。ちゃんとこれみんなプランターですから、ちゃんともう地面でね野菜を育てたいね。本当に土の量が多かったらねバンバン育つから野菜は。きっとですよ。やっぱりプランターでも土が多いのとそれに比べて少ないのとでは、あの日の当たり加減の前にやっぱね育ち方が違うと思う。やっぱりこれは正解だと思いますよ。だからやっぱ畑で育てたらよく育つんだよきっと。やりたいな。でもさ毎日のことだから牛から遠かったらさ水あげたりもできないじゃない。行ったり出かけてさ。だから引っ越すか、引っ越しするかい。いやでもねなかなか現実問題として、じゃあ野菜植えてんで引っ越しますって言ってさ、今日明日ねなるかと、まあ、そうならないですから。あとねあれだわ、畑もだし池だね、池欲しいね、うん、水槽でこうやってね一緒に暮らすのもいいけど、横から見る金魚も綺麗だからね。あのメダカもなんかディジって大丈夫、あのメダカも土壌もね。でもね池でも飼いたい。池だったらカメもいいな。カメ、カメもいいね。いつかカメもやりたいね。池と畑だね。頑張らないとね。頑張んないと。うん、あー美味しい。うん。いやー今日のご飯元気出ろこれ。ゴーヤー美味しかった。はい。ごちそうさまでした。と。はい。あれこれで。